チャンネルわこんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル110曲目、今日はオリジナル曲今夜の風に乗ってという歌をお届けします。8年前に CD 作ってみませんかってお話をもらった時に、まだ1曲も自分の曲をあんまりまともにちゃんと作ってないのに、期日までに10曲出しますって言って、多分6月末とかだったと思うんですけど、その期日、月末までに10曲出しますって言って慌てて、とっても下手くそなデモテープを作ったんですけど、その中の1曲でした。デビューシングルにはこの曲は収録されなかったんですけど、サードシングルで、1年半後ぐらいかな1年後ぐらいかに、リリースというか、シングルの何曲目かに入ったという曲です。路上ライブでは活動を始めてから割とすぐこの曲は歌っていて、その時の動画を撮ってくださった方が YouTube に上げてくださっていて、今どうだかわからないんだけど、その映像を何年後かに見た時に懐かしさを感じるとともに、こうやって昔のちょっともう今見るとちょっと恥ずかしいなと思ってしまうような動画とかがこう残っていく恐ろしさというのを感じた一曲でもありました。ということで今日の曲です。今夜の風に乗って。
ターとブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎奈穂子でした。